元中日の平田祐介氏が19日、YouTube、プロ野球 OB クラブチャンネル、に出演。戦力外通告から現在までを振り返った。現役続行を希望し、トレーニングをしながら NPB の11球団に営業活動。一般社会で言う、営業ですね。自己 PR をして、いろいろなところにお声掛けさせていただいた、が、チームに必要という線にはなかった。できることはやった。それで、納得して引退表明ができた、という。その過程を、自己 PR とかの活動は社会人になってやっていかないといけないこと。これからの人生においていい経験になった、と振り返った。ただ、プロ入りして、18歳でお給料もらえるようになって、35歳になる年に初めて固定給というのがなくなった。固定給もない不安が初めて身に染みている、と明かしたが、社会人として第一歩。一回落ち着いて地に足をつけてから、いろんなことを始めたい、と続けた。いやお前プロで獲得した、生涯年俸分、どこ行ったんだよ。就職先的に言うほど、一般的な社会人か、固定給ないの完全不合と過存な会社よ。今までは毎月、分割された年俸が振り込まれてたからな。それがない。完全不合制なのか、今の時代珍しいなぁ、すごいなぁ。実績的に一生遊んで暮らせるだけ稼いでそうなイメージ。選手時代に2勝分くらいは稼いだだろ。もうダメな匂いしかせん、金なくなって、離婚後のアパートで一人暮らしならいいけど、清原みたいに逮捕はされなければいいが、コーチの目も相当薄いからな。元ロッテ里崎は現役時代に税理士に言われたとか、引退するまでに2億円を貯めておけと、そうすれば引退してから年間500万円使う生活を40年できるから、引退後にどうしようと途方に暮れることもないと。同じ時期に複数年契約した、まだ現役の大島は堅実に貯蓄してそう、平田はよくわからないものに使っていたり、インチキ投資とかに騙されて、ほとんど貯めていなさそう。ただ、自宅や車を資産として持っているから、しばらくは何とかなりそう。そんなイメージだよね。